2019年第1回日本留学試験、東京海洋大学品川キャンパス白足館、試験場日本留学試験は、独立行政法人日本学生支援機構が取材する日本の大学や専修学校に入学を希望する外国人留学生を対象とした共通の入学試験である。それらの教育機関で必要とされる日本語能力及び、 基礎学力の評価を目的とする。日本あるいは主要アジア諸国とウラジオストクで受験することができる。ただし、中国本土では実施していない。2001年12月期の実施を最後に廃止された、死被害国人留学生統一試験と日本語能力試験の2つの試験に変わるものとして、2002年から実施されている。日前に入学許可を与えるために1つだけ。 受験すれば良い試験を創設するというのが当初の目的であったが実際には国内受験者が圧倒的多数となっている。アカデミックジャパニーズを測定する日本語試験及び大学で指導を受けるのに必要な専門分野の基礎学力を測定する他の科目の試験が実施されている。現在多くの大学、短期大学や一部の大学院や 先週学校などが外国人留学生の入試選抜に利用している。これら利用校を志望する受験生は大学入試センター試験と同様、利用校の入学選抜試験出願時に日本留学試験の成績を提示する。試験は6月と11月の年に回実施され、何回受験しても構わない。試験科目は志望校の指定に従って選択する。大学受験においては、 文系学科は日本語、総合科目、数学コース1が、理系学科は日本語、理科2科目、数学コース2が一般的である。一部科目だけで良い学科もあるが、日本語はほとんどの学科で必須である。総合科目、理科、数学の問題の難易度は、センター試験よりも若干低く設定されている。ただし、日本留学試験以外に面接等を課すところが多く、 日本留学試験の成績の他にトーフルなどの成績を必要とする場合もある。芸術、美術系大学や大学院、専修学校において日本留学試験の点数を利用する場合は日本語のみを必須とした上で学校独自の試験を加えるところが多い。専修学校では日本語能力試験で N2 以上合格、もしくは日本留学試験の日本語で200点以上の 場合に学校独自の日本語試験を免除するという規定のところが多い。成績そのものの有効期間は2年である。ただし、志望校に出願するときにその成績が提出可能であるかどうかは、大学や学校によって異なる。例えば4月入学の場合、大学や学校へ提出可能な有効期間には以下の例があり、各学校の募集要項や、 ホームページなどで確認しなければならない。有効期間内の試験を複数回受験している場合は、いずれかの回の成績を自分で選んで出願する。ただし、受験回ごとの提出となり、科目ごとに回をまたいで提出することはできない。例えば2010年6月試験の日本語総合科目と11月試験の数学を同時に提出するようなことは不可能である。 総合科目、理科、数学では日本語による問題冊子と英語による問題冊子の2つが用意されており、出願時にどちらの言語で受験するか選択する。ただし、出題言語について制限を設けている学部、学科等があるため、事前の確認が必要となる。なお、問題文中の必要な専門用語には日本語による冊子であっても、英語表記が付けられている。 死亡する大学や学校の学部が指定した科目を選択して受験する。2010年6月試験より以下のように改定されている。記述、読解、聴読解、超解理科と総合科目はどちらかを選んで受験する。出願時に理科と総合科目のどちらを受験するかを選ばなければならないが、理科の3科目の中から、 どのに科目を選ぶかは試験会場で選ぶことができる。基本的に日本語の記述式問題以外はすべてマークシート方式。大学入試センター試験の回答形式とほぼ同じである。日本語の読解と超読解のマーク問題は正しいものを一つだけマークする形式であるが、超解だけは回答用紙に正しい、正しくないの欄があり、正しいもの以外にはべて 正しくないにマークしている必要がある。記述問題は指定されたマス目付きの回答用紙に記入する。日本留学試験は複数回分の試験成績を同時に比較して選抜に利用するため問題の難易によって有利不利が生じる。このため項目応答理論という統計学的方法によって得点を投下している。これによって得られた尺度点を成績として利用している。 試験結果は試験後本人にはがきで通知される。試験後に問題用紙の持ち帰りができず、前述の特典等下で特典に補正がかけられるため、大学入試センター試験のように自己採点を行うことはできない。大学入試の募集時期になると、大学へ提出する入試願書に日本留学試験の受験番号を記入したり、日本留学試験の受験票の写しなど指定された。 書類を提出する。前述の通り、複数回受験している場合は、成績の良い回を自分で選んで記入する。成績通知書は試験のあった翌月20日前後に発送される。海外受験では試験の翌々月になって到着する。また、志望校によっては、入試日程上の都合から日本留学試験の成績通知を見ないまま志望先の入試選抜に臨むこともある。 一方、結果を添付する必要がある場合、11月の試験結果が間に合わないため、7月の試験結果しか使えない場合もある。大学等に入試受験願書を提出すると、学校側の要求に対して、日本学生支援機構から受験者の成績が通知されるほか、日本語記述問題の答案の副写が届けられる。この答案を見て、独自に採点を行うことも可能である。 大学等の実際の入試では、記述とそれ以外の点数を分けて換算するところが多い。例えば、一橋大学では、日本留学試験の日本語、総合科目、数学コース一とし、他に英語と独自の学力試験を合わせて2000点満点と換算する。この場合、日本語の記述の点数は使われないこととなる。先週学校で多く見られる。 日本語能力試験の日本語で200点以上も記述問題を含まない基準である。ただし、同じ学校でも学部によって記述を含む含まないが異なる場合がある。2010年度6月の試験から日本語科目について、シラバスの公表方法や得点と時間配分が改定された。新シラバスでは、どのような能力が問われるかについて明文化し、読解、聴解 蝶読会問題はどのような文章で出題されるのか、記述問題ではどのような課題が出されるのかがあらかじめ記載されている。また特典と時間配分はと変更された。ありがとうございます。